はい、皆さんおはようございます。ボンジョルノトゥッティってことでね、今日は日曜日なんですけど、試合がないオフなんですよね。まあ、なんで、まあ、オフシーズンの1日っていうことで、今日は、チームメイトの、キャプテンの誕生日会、ホームパーティーがあるので、まあ、そちらの方に参加していきます。では今からシャワー浴びて準備していきたいと思います。それでは今日も1日楽しんでいきましょう。こんな感じで準備完了ですね。では向かっていきたいと思います。今日も雨がすごい。ニーナ、あるよ。ライン、Lampadina! Where's the puddle? Oh, that's freddissimo! Belle toste! Tutta la mattina, sì, se lo respira. E la sai la storia di quelli là che lo fanno nella lana? Io ci sono. Ma che sto poco? Know that the ride or die. I keep boys by my side. No, 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 no. Aspetta, un desiderio, un desiderio. Un desiderio. Ma quello devi spegnere. Vai, amore! Know that they ride or die. I keep boys by my side. Lime. はい、ってことでね、次の日月曜日になっちゃったんですけど、これがまあイタリアの、誕生日パーティー、ホームパーティーの様子になりますね。で、基本的に日本だったら誕生日ってこう例えば誕生日の人の、まあ、周り友達とかがお祝いとかしたりすると思うんですけど、こっちの場合は誕生日の人が、主催で お祝いをするっていうような形になりますね。まあ、なんでそこがちょっと日本とは違うかなって感じですね。で、まあ、基本的にどこかでやるっていうよりはホームパーティーの方が多いかもしれないですね。で、これが私の過ごしたオフになります。で、また、来週からリーグ戦再開していくので、しっかり準備して再開後ね、しっかり勝てるように頑張ります。ではまた次回の動画で。